はい、ではね、今度サンプルの、ね、セッティングに行きたいと思いますね。ね、まずサンプルセッティングなんですけれども、まずこれ、こんなのでやってます。あ、重たい。ですね、台座に我々のグループの場合は10周目する方法もあるんですけど、10周目じゃない方法でやります。10周目でやっても、まあ、構わないです。10周目でやっても構わないで、10周目じゃない時はこういうのでやります。こういうのでね、ね、いろんなのが作ってあります。この斜めのやつとかがありますね。これね、アルミで作ってあるんですけど、これは薄膜乗せて斜めから測るやつです。薄膜どうしてもね、測定が必要な時にはこういうのを、通常の時には平たい方がいいんですので、平たいのをつけます。ああ、もっともう一個あった、こういうダーサついてるのも薄膜測定にあるんです。ここにペタッと貼り付ける断面見るんですね。後から説明しますけど、ビーム系おそらくあれ、30ナノメートルぐらいで、当てられると思いますので、まあ炭素積もっちゃうんですけど、でそれだったら多分なね、いけますから、断面にして測定するっていう手を考えるのもいいと思いますね。で、ですね、ここに銅のタイプと銅ってすごい重たいんです。見た感じすごい重いです。で、薄膜脱脂通過さを超えるようなものでない限りは銅はあんまりおすすめ、しないかな私は。下地と上のやつが同じだと良くないので、そうならないためにいろんな運命になってます。これは銅ですね。で、他にもこれがアルミってことですね。まあアルミは軽くていいと思います。でちょうど上測るの銅なので、銅で測ってみても意味ないですから、ちょっとこう入れてありますね。で私はよくあれですわ、アルミ箔ありますよね、それの裏側を使ってます。こういう色の鈍いやつで、あとはカーボンテープに挟む。で、ネジが入ります。ネジが入れないドライバーと、ドライバーが入ります。あとこれエアーコンプレッサーで、ピンセットは入りますし、あら見つからんな、ドライバーが、細いドライバーがないな。置いてあるはずなんですけどね。ああ、あれ。この細いドライバーがね、大事です。これが大事です。では、まずやってみましょう。ですね、これは幅いくつだったかな。本当はね、5ぐらいです、これの幅は。まあ、たくさん。たくさんあるってもでもね、ガッツが出ちゃうので、新機種使うときに。で、まあこれ今日は練習のためにローブロックにしてます。できるだけ綺麗な面でやりますね。まあ綺麗なやつ。で、まあ大体、5×5 であればいいです、本当は。そんなでかくてもね、大変なんでね、取るのがね。で、貼り付けて。ちょっと貼り付けて、あ、これはもう。貼り付けて取って、これ面白いな、最後ね。でこれをつけるとですね、綺麗な面で撮りたいな。できるだけね、フラットな面がいいです。フラットな面が、フラットなのだといいです。で、いろいろ今回練習などベタベタ触ってますけど、本当のサンプルは測定するとか触っちゃダメです。当然ですけど、測定するところ触らないようにうまく平坦につけてください。それがポイントです。で、ちゃんとこれ平坦につけたら、これ平坦ですけど、ここにもちゃんと平坦につけなきゃいけないです。で、いろんなやり方があると思うんですけど、ここにいろんなものを混ぜて高さ調節できる、こうやってありますけど、ここと見える高さとこのサンプルがぴったり一致するところでネジ締めします。ネジ入れるとかここから入れられてで締められます。なってます。そういう風になってます。で、高さを調節してぴったりここが一致するようにしながらやります。まあちょっと簡単に、まず最初に軽く締めるのがいいですね。まずネジ締めるどうなるかというと、もうこれ壊れてないかな、ち
っと待ってくださいね。大丈夫かな。ね、目印閉めるとここがね、本当は出てくるはずなんですよね。もう回らない、あれ、あ、回る回る、こうやって出てきます。でこれです、閉まる、これ出てきますのでね、いけますね。で、面が1になるようにしてください。大体高さ合わせるで、平坦でしかもなるようにして、ちょっと位置があったな。これはちょっとね、大変なんですけど、この資料セットアップはちゃんとやればだいぶ楽になりますので、設定整理もね、ちゃんとやるようにしてください。スライチにならないですね、なかなか。うまくいかんかな。まあちょっと斜めになっちゃうのはしょうがないですね。まあ皆さんがやるときはちゃんと真っ平らになるようにしてください。でまあちゃんと待ってればいいです。こうやってね、うん、いいと思います。で、落ちてこないですね。こんな感じでいいですね。ギュッとはやらなくていいですけど、ちゃんと硬くなるように確認してるんですね。いいですね、できましたね。で、まあ本当はこれをここに取り付ける前に拭いといた方がいいです。ちょっと今、遅くなっちゃいました。これをエアコンプレッサーで拭いておきます。これをやる前に本当はこれにつけた時にやった方がいいです。ごめんなさい、ちょっとね、段取りが悪くていけないんですけど、これでこれをで、ね、これをつけた後にこうやってやってつけてください。ちょっと失敗しました。あんまり良くないですけど、順番良くないですよね。でまあちゃんとここの高さとここが大体合うように、どうなんでしょうね、合うようにします。難しいと思いますけどね、これでいいです。これでいいです。でまあ終わったら片付けるかな。こうならちゃんと置いてあります。同じところに片付けてください。分かんなくなるね、次に使う人が。こういう感じですね。でこれ、あ、これは本当は触っていいか。まあこんな感じで散布する。あと残り全部も同じ感じです。ちゃんと横にネジ穴がついてて締められます。そういうふうになってます。ネジ穴っていうか、ここか、ここにネジがちゃんと締められます。9個いってます。